日本千葉県松戸市、馬橋馬橋は、千葉県松戸市北西部の地名。郵便番号は271-0051。北は三ヶ月、東は八ヶ崎、南は中和荘、新作、中根、西は西馬橋と隣接する。西端を、新坂川が流れ、それに沿うように、東日本旅客鉄道常磐線、流鉄流れ山線が走る。馬橋駅周辺は、 商店、飲食店が立ち並び、銀行、郵便局、松戸市役所支所などの施設もある。駅付近は万万寺の門前町として、また、水戸街道の間の宿として栄え、王子を忍ばせる建物も点在する。地区の中央には、国道6号が南北に貫いているが、住宅地として広く使われている。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、馬橋屋座城の第3377番街の地点で17万7千円平方メートルとなっている。地名の由来である、馬橋国道6号沿いを流れる長津川に架か,かる旧、水戸街道の橋、馬橋から、大雨の旅に流されたため、馬の蔵の形をした橋を架けたことに由来するという、 2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。松戸夢、色バス総合医療センター、馬橋東口商店街から総合医療センター。ありがとうございます。